こんにちは、井村茂樹です、今回は22歳の別れをアレンジしてみました。いつもの前回までのインストゥルメンタルに比べるとちょっと難しくなってしまいました。押さえ方が難しいとか、弾き方が難しいとかっていうことではなくて、この曲そのものがちょっとこうリズミカルなので忙しいんですね。忙しいっていうか早い、で上行ったり下行ったりっていう速度が結構もう早いので、多分ゆっくりだったら弾けると思います。ただ歌う速度で弾こうと思うとちょっと技術がいるかなっていう曲作りになってしまいました。いつものように後半で解説をしていますので、もしよろしければ、チャレンジしてみてください。それではどうぞご覧ください。こんな感じです。それでは解説です。YouTube はなんか動画再生時間が15分って基本的に決まっているみたいなので、繰り返しの部分は避けて、解説させていただきますので、ご了承ください。それでは始めます。これを2回繰り返します。メロディーに入ります。
B7。この2弦のミを小指で押さえておくこと。そのままこのポジションを崩さないまま、で入っていけるので、繰り返しになりますね。このシの時だけ、1弦のシを弾く時だけこのポジションがちょっと変わります。あとは全部一緒です。このままのポジションです。1度目は、2回目は、間奏に入ります。ここから同じ、さっきの繰り返しですね。これ同じ、繰り返しになるので、先ほどと同じメロディーを弾いてください。でエンディングに入る前に、ここからエンディングに入るのに、イントロと同じメロディーですね。これを2回弾いて、これを弾いたら次弾かない、これを弾いて次は弾かずにここで音を出すっていう感じですね。で弾いてやって
足す。ここは、この薬指は引きずって音を出す。そこにこの中指でここを叩くっていう感じですね。ここは人差し指は引きずってで、薬指でここを叩くって感じですね。で、音を出すっていう感じですね。あるわけです。ここのここも同じですね。この指はこの指はそのまま引きずって音を出す。でこの中指でこの C を1弦の7フレットを叩くって感じですね。あります。はい、いかがでしたでしょうか。少し難しかったでしょうか。また新しい曲を探し出して、アレンジしてみたいと思っています。今日はどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。それでは。